続く初防衛戦でも日本人ライト級最強の男坂本博之を壮絶 KO で葬り去った。世界王者としての強さ、風格を身にまとい王道を歩き続ける畠山。まあ、日本と世界のレベルの違いを、まあ、お客さんと本人にも知らせてやろうかなというのがあります。そして今宵世界王者に牙を剥くのはリック吉村。日本ライト級王座を22回連続防衛、7年間無敗。しかし歴戦の強者は様々な事情により世界のヒノキ舞台から遠ざけられていた。 I wanted a chance and if I quit I didn't have a chance. So when I thought about giving it up, I thought about my chance going away. 約束のない目標に向かいリックは勝ち続けた。40戦以上のキャリアで培われた華麗なテクニック、勝ち続けるしかなかった男のプライド。36歳にして初めて掴んだラストチャンス。I'm trying to give everything more than my best. I'm trying to give 1000% this time. You know, so losing is not a choice. You know, so I'm trying to give everything. 欲しいものはただ一つ。リックが執念の炎を燃やす。迎え撃つ畠山は。前半はリック選手がスピードとまあテクニックで、まあ、僕を混乱して。後半僕が盛り返して、まあ10ラウンド以降 KO っていうパターンが一番理想ですね。畠山貴教かリック吉村か。7度目の世界タイトルマッチ、畠山貴教が紹介されました。今晩のウェイトが 61.2 キロです。初の世界タイトルマッチ、勝てば世界初の現役軍人チャンピオン、日本史上最高齢のチャンピオンが誕生します。世界ライト級第3位リック吉村が紹介されています。レフリーはベテラン森田健さん。大変な声援です。黒いトランクスがチャレンジャー、ブルーの畠山にとってはラッキーカラーのトランクスを今日もつけている畠山。今日まだ第1ラウンドから激しいパンチの応酬が期待されます。さて鬼塚さん、はい、まずこの試合のポイントとなるのはどこら辺ですか？そうですね、リック選手はもう見えない、本当に見えない守った力がありますから、はい、それと心技体の整った畠山選手、面白い試合になると思います。そうですね、はい、勢いとパワーの畠山、そしてテクニックのリック吉村という図式なんですが、竹原さん、そこら辺はどうなんでしょう？そうですね、リック吉村 の左のリードブローをどう攻略して自分のボクシングをやるかによって KO に結びつくと思いますね。はい、左下持っていきます。ニュートラルコーナーを背にしておりますリック吉村。ライトアッパー、レッドアッパー、アッパーカットを打ちました。ジャレット・スローター、左ロック、打球がかわした。今のタックで分かるように鬼塚さん、畠山はディフェンスのところ非常に良くなってますね。そうですね、
引き算の間っていうんですか、もうすごいちょっと引いたところで攻撃しながらも引いたところでボクシングをできるようになりましたよね。なるほど、はい、引き算のボクシングね。はい、畠山は言います。今日の試合、僕のボクシングにバックギアはありません。前へ前へと行かなければいけませんと言いつつも、前へ出た後ボディーブローを打ち込んでその後引くというようなボクシングをしたいとこういうことも言っています。今日はあまり左のリードブローが出ません。チャレンジャーのリック吉村、アッパーカットの打ち合いです。レフトのアッパー、リック吉村はこれまでの試合42戦戦っておりますが、ほとんどが左のストレート、左のアッパーカットです。森田さん、この1ラウンドの打ち合いをどのようになりますか。あ、もう畠山選手がね、リック選手が左の間をね、取らせないように強引に行ってますね。もう本当に早川でも決まりそうな勢いでもう1ラウンドから攻めてると思います。はい、リックの背中がこちらに向いておりますが、トランクスの後ろはドリームスカウントル、はい、そういう文字が浮かび上がります。畠山が打っていきます。左腕も1回2回ついておりますリック吉村。第1ラウンドあと20秒ほどで終わろうというところです。左のボディーブローリーチは2センチほどリック吉村の方が長い今日の対戦です。身長はリック吉村が176センチ畠山が173センチ、リーチはリック吉村180センチ、畠山貴教178センチ。ここで第1ラウンドが終了しました。アウト率は 53%。 リック吉村ここ7年間負け知らずの23連勝中です。細かい動きに変わりました。左のストレートが随分出てくるようになりました。リック吉村飛び込んでいきます。畠山貴教です。ようやく竹原さん、はい、リックの左のリードが出るようになりましたね。そうですね、リックの左気をつけた方がいいですね。でアッパーも結構勢いはないんですけど、もらいすぎると効いてしまうんで、そうですね、気をつけないとダメですね。森塚さん、このリック吉村の左のリードパンチなんですが、はいはい、今日はベネズエラのジャッジが2人おりまして、はい、ベネズエラはテクニシャンが多いですから、はい、この左のリードブローをどのくらい取るかというのも一つのリックにとっては生命線ですからね。そうですね、左ジャブ、左アッパー、色多彩ですよ、左のパンチが、はい、それとやっぱり1番ではリック選手は間が、ね、取り感ね、見えない間、はい、それがいいですから、はい、ただ、畠山選手すごいその間をねじ伏せるように距離を詰めていってますよね、はいはい。スーパーフェザー時代よりはあのセラノ戦よりも坂本戦と一戦ごとに強くなっていく畠山、今日どういうボクシングを見せてくれるんでしょうか。一方のリック、これまでのキャリアの中では最高の仕上がり、最高の調整ができたと言っておりますが、左がこのラウンドはよく出ます。リック吉村チャンピオンはボディーブローでこれに応えます。右のロングフックでした。今鬼塚さんが危ないと思わずおっしゃいましたが、いいですね、左いいロングフックでしたね。左のストレートをついています。リック吉村、右のロングフック、リック狙ってきた。右のロングフック池田に放ちました。オーバーハンドストレートと言っていいんでしょうか、それともロングフックと言った方がいいんでしょうか。いいパンチがヒットしました。竹野さん、いかがでした。ナイスストレートでしたね、はい。リック吉村左のフックで返します。左のフック、リックの左のフック上がりました。さあチャンピオンが攻めていきます。ロープを背負ったリック吉村、ただここで大振りになっちゃいけないですね、畠山君は。はい、クリンチワークがリック吉村が非常にうまい。離れ際右のフック、これは畠山狙っておりました。離れ際右のフックを打っていきました。またロープに詰まりました。リック吉村右のボディーブロー、あまり得意の右ではありませんが今ボディーブローに回してます。畠山が再度またオーバーハンド気味のストレートが入りました。このラウンド鬼塚さん、はい、いいロングストレートが入ってますね。そうですね、チャンピオン、ここ畠山選手はね、昔は強引に行くだけだったんですけど、やっぱり狙ってますよ。行きながらもやっぱりいいところでパンチ出せるように狙ってますね。なるほど、はい、やっぱこれがあなたのおっしゃった引き算のボクシングということになるわけでしょうかね。はい、もう強引にねじ伏せるだけじゃなくて、その中でもちゃんとこう探って体振っていいところでパンチ出せれるようにね、状態持ってきてると思います。左のストレート小さく出した。もうこのラウンド残り時間がありません。第2ラウンドが終了しています。
石川さん、チャンピオンサイドです、はい、そのボディ打ちなんですが、先ほどのルディ・エルナンドスレーナー、インパーバルの間にもそのボディはもっと打てという指示は出しています、はい、それから左を2発打って右ストレート、その後に離れ際にもう一度左のアッパーを出しなさいという指示を出していました。パンチが非常に多彩なことが今のリポートを聞いただいても分かると思います。以前は右ストレートだけでした。その後はアッパーカットが加わり、左のストレートジャンも大変なくなりました。チャンピオンの畠山、一方のリックは得意な左のストレート、2ランナーたちが出るようになりましたが、まだまだ普段のリック吉村に比べるとその左のストレートは少ない感じもいたします。石川さん、はい、青コーナーサイドです。こちらの方はですね、トレーナーからは止まらないで足を使ってレッツダンスだリックという話が出ています。そうですね、石川圭一会長が言っていることはとにかく止まらないで足を使え、困ったらジャムを出せ、こういうシーンです。右のショートフック、おめかみを捉えています。チャンピオン畠山のパンチです。あ、このクリッチワークも竹原さん、はい、畠山は随分研究してきてますね。そうですね、いいと思いますよ。左のフック畠山、左のフックチャレンジャー、いいパンチの打ち合いです。レフトフック両選手ともきれいにヒットしました。わあ、右のストレート、リック吉村の強烈な右のストレートでした。今のパンチは鬼塚さんいかがですか。いいパンチだと思います。伸びましたね、長いリーチを利しての右のストレートでした。めったに右のストレートを出すことのないリック吉村ですが、今は右のストレートクリーンヒット。もう1回チャンピオンは左のフックです。ここでこのラウンドが終了しております。リックのこの右のストレート、竹原さん、はい、リックの右のストレートというのは大変珍しいですよね。そうですね、でも今のは聞いてはないと思うんですけど、ガードもしてるし、はい、ただバランス崩しただけと思うんですけど、はい、はい、というラウンド4、この前のラウンド第3ラウンドのストレートでした。左のボディーブローがこのラウンドのオープニングヒット、リック吉村。左のダブル、顔面からボディへと打ち上げていますリック吉村。このラウンドもまたフェイントをかけながらチャンピオンがプレッシャーをかけます。クリンチからのパンチが非常にうまい畠山、レフトのアッパーはこれをショルダーブロックでかわしています。鬼塚さんがおっしゃるようにディフェンスも大変良くなりましたね、はい、でお互いにやっぱりクリンチとかそういう廊下のテクニックを持ってますね。あ、そうですね、はい、リック選手はやっぱりここら辺は上手いですね。打ったらすぐクリンチしてやっぱり上手いです、はい、左のジャブをついています。左のフックの打ち合い、またクリンチです。畠山の最近のスパーリングを見ておりますと、相手が見えてきてディフェンスを楽しんでいるような感じがいたします。そうなると締めたもんで攻撃に余裕が出てまいります。畠山が左ストレートをつきました。竹原さんがおっしゃるように、はい、チャンピオンが終始プレッシャーをかけますね。そうですね、これいいことと思いますよ。赤コーナーに詰まりましたのがリック吉村。右のストレートから左のフック、挑戦者のリック吉村です。あ、この辺が非常にうまいリック吉村、ボディ寄せます。ボディの打ち合い、そろそろ畠山がボディブローを見せ始めています。ワン・ツー・スリーと打ちましたがいずれも外れています。この距離感、この引き算が小田さんが再三おっしゃるようにいいわけですね。そうですね、もう攻撃もう本当に方向が一体となって、ええ、はい、行きながらもちゃんと見てる、外しながら受ける、そういう体勢をいつも整ってる、はい、はい、ですから竹原さん、はい、距離感ということに関して言うならば今日の畠山はリックに引きを取ってませんね。そうですね、距離感はいいんですけど、ただいつもだったら連打が出るんですよ、回転のいいコンビネーションが出るんですけど、ちょっとリックがフリンチするんでそれがちょっと見えないんですけどね。坂本さんと違って今日のリックは多分やりづらいと思いますと、はい、試合直前にも言っておりました畠山。わあ、ワン・ツー、しかし左右のフックです。リックがワン・ツーストレートを打った後、チャンピオンライトアッパー、離れ際ライトアッパー、アッパーカットの打ち合いです。リ
中央に戻った両選手ですが、またチャンピオンが追っていきます。ひらりの生徒1回2回ついた後は何を出すんでしょうか。左のフック、さあチャンピオンが追いかける左のフック。第4ラウンドが終了しました。スピードテクニック、どれをとっても一級品のチャンピオンの畠山貴教が今日はリック吉村を迎えているわけなんですが、これまでのところ鬼塚さんいかがですか。のリック選手の一番の力、あの間の力をね、塞ぐように、はい、どんどん詰めていってますよね、はい、畠山選手が。すごいいい試合になってると思います。竹原慎二さんの、はい、これまでの見た感じはどうなんでしょうか。そうですね、1ラウンド目は、うん、いいパンチが入りました挑戦者。はい、竹原さんどうぞ。はい、1ラウンド目はあのリックのペースだったんですけど、だんだん2ラウンド目から畠山君のペースになってきましたね。はい、しかしいつナックアウトがあってもおかしくないような緊張感をはらんだ序盤です。レフトのフックはいずれも防いでおります。パンチでパリングしておりますチャンピオンの畠山。このラウンドまたチャンピオンが追っていきます。左のロングフックは挑戦者リック吉村。いや、この回だけどリック選手いいですよ、すごい。はい、どういう風にいいでしょう。間がなんか自分の間をなんか取ってるように、左の使い方がさらになんか良くなったような、はい、距離感だいぶ掴んできたような感じしますね、はい、左のストレート、その後はライトアッパーです。そしてフックをボディに打ち込みましたチャンピオンの畠山。場内が泣きます。左のフックは脱臼でかわしています。リックはクリンチで休んでいるんでしょうか。ボディーブローはチャンピオン畠山。左フック、チャンピオンの左フックですが、ワン・ツー・スリーとパンチをチャンピオンも切りました。リックは左とダブル、いい打ち合いです。見事な打ち合いが展開されました。第5ラウンドの中盤、1分35秒を経過したところです。フェイントをかけて左のダブル、スラーター右のストレート、リック吉村。リック選手の左アッパーが左ボディいいですね、はい、はい、ダブルで出るようになりました。チャンピオンのパンチは単発です。まだ得意のコンビネーションブローは出ておりません、チャンピオンの畠山。やりにくそうな感じです、チャンピオンの畠山。逆足になりながらリック吉村がパンチを振るっています。左のフックは挑戦者リック。チャンピオンは何を狙っているんでしょうか。左のストレート、その後のフォローのパンチが出ません。右のストレートは挑戦者、いきなり放ちましたリック吉村の右のストレート。チャンピオンの右のフック、その後は左のフック、ボディーブローチャンピオン畠山。畠山は右のストレートが空を切りました。右のストレートはチャレンジャーの吉村です。青コーナーに吉村が詰まりました。チャンピオンは追い詰めていきます。背中がチャンピオン、向こう側がリック。ナイス。第7ラウンド残り時間が6秒、チャンピオン左にスレートはダッキングでかわしました。リックがダッキングでこれをかわしています。このラウンドもなかなか迫力のある打ち合いが展開されています。畠山の右のフックが出るところなんでしょうか。左のフックから入ってその後空振りしてストレートをもらいというような打ち合いでした。左のフックがクリーンヒットしておりました。ベルトを守る汗と奪い取ろうというアストが飛び交って試合は中盤に入ります。さあ折り返しの第6ラウンド、これまでのところ竹原さん、はい、わずかにチャンピオン優勢というような感じでしょうかね。そうですね、僕の体験はそうです。鬼塚さんはいかがですか。そうですね、まあ畠山選手の方がプレッシャーを押していると思うんですけど、まあ2ポイントは離れていないでしょうね。前回のラウンドリック選手すごい良かったですね、はい、はい、あの畠山選手もパンチ、いいパンチ当ててもそれを続けさせて打たせないですね、リック選手は。うまいですね、ローパーに、はい、あの相手の力を殺してます。はい、この蹴りはリック吉村の蹴りです。いいパンチがヒットしています。左のフック、アッパー組に入りました。
リックは全盛時の動きに戻ってますね。そうですね、すごい練習も積んでると思いますね、はい、この今の畠山選手のこのプレッシャーはね、普通の選手だったらやっぱりもう潰されてますよね。でしょうね、かき回されてます。はい、やっぱさすが左のフック、それは右のフック、もう一回ライダッパーが入りました。チャンピオンが追っていきます。本当はチャンピオンが大番です。リックが下がります。いつも通るコンビネーションが今日は出ません。畠山貴則やりにくそうです。左フッカーからの卓球で返しました。畠山リックのロングフックを食いました。チャンピオンリックはライトアッパーです。リック左フック、左のストレートの突き合いです。さあ内を打つような右のストレート、ショートストレートが入ります。チャンピオンの畠山ボディーブローからライトアッパーを打っていきます。黒いトランクスがリック、青いトランクス、この人がチャンピオン畠山貴則。うん、右のストレートは挑戦者リック吉村、左のフック。このラウンドもパンチの正確性ということになりますとリックの方が上を行っています。まあ、ただ畠山選手が、ね、ブロッキングと、ね、あのダッキングでよあのまとめてもらってません。なるほど、はい、バッティングの注意を畠山がリックにしています。ここでチャンピオンはカットなっちゃダメですね。そうですね、冷静にいかないとですね、はい、ボクシングは心理戦、カーッとなった方が負けだということが最近分かるようになりましたと畠山は言います。リックは自分よりも10歳も人生経験が上、そういった意味では僕はフルですということを言ってます。おお、リックの左右のストレート、すごいパンチが入りました。狙いすましたようなリックのパンチです。さあ激しい打ち合いになりました。まもなく折り返し点にかかろうという第6ラウンドは残り時間10秒を切りました。チャンピオン左右のフックが空振り、リックがロープに詰まりながらもよく応戦しております。左のフック、右のスツグ、右のショットガンが入りました。ようやく半分が終了しました。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、東京の両国国技館から生中継でお送りしております。リックさん会長、リックのパンチです。右のストレート、もう一回ラウンド7ライトアッパー。この前のラウンドあたりから本当にリックの動きが良くなったと鬼塚さんがおっしゃった、その通りになってますね。そうですね、距離感前がだいぶ合ってきましたね、はい、目が離せません。第7ラウンドが始まっています。左のロングフック、レフトアッパーは空を切ったがライトアッパー入りました。ナイスアッパーです。チャンピオンの畠山君は力じゃなくてスピードでいった方がいいと思いますね。リックに負けないぐらいスピードあるんで。このラウンド左が出ます。その後右のストレート。石川さん、はい、チャンピオンサイドはそのリック吉村との距離感にとにかく指示は集中しています、はい、左のジャブを出したらとにかく2回は続けてるんですけど、くっついたらアッパー打って離れてから強打をする、こういった距離感に対する指示が徹底しています。やっぱり距離感ですよね。そうですね、もう一番それがリック選手の持ち味ですよね、はい、これが一番の難敵です。石川さん、はい、コーナーサイドです。先ほどのラウンドでようやくセコンド陣の方にも笑顔が浮かびまして、そして石川健一会長もただ足を使えということは一貫して変わりません。そして畠の離れ際の右を気をつけると再三それが飛んでいます。あとはショートアッパー、ショートフックをうまく使って今の通り行けという通信が飛んでいます。6ラウンドあたりからようやくエンジンがかかってきたという感じのリック吉村です。レフトアッパーダブルに持っていきました。チャンピオンは左のストレート、吉村、チャンピオンも左のフックでこれに呼応します。リングの中央ライトアッパーはチャンピオン、リックはボディーブローです。ノーブローの注意。世界タイトルマッチのレフリングは26回目というベテランの森田健さんがノーブローの注意。ライトアッパーチャンピオン食い出した。畠山がライトアッパー食いました。右で脇腹、畠山パンチを打つことはできません。チャンピオン今日のリック、右のパンチも非常にスピードがあります、はい、それと鬼塚さん、はい、リック吉村のディフェンスもいいですね。いいですね、スリッチワーク、ボディワークいいですね。ヘッドスリップもなかなかいい。デビューして待つこと13年、リックが念願の初めての世界タイトルマッチに挑んでいます。畠山チャンピオンの右のフックが入りました。ワンツースリーフォー、
ダが入りました。チャンピオンが打っていきます。心配された36歳のリックのスタミナなんですが、これはまだ全然衰えを見せておりません。左のウックはこれはタッチのグローブの上からです。チャンピオンが追いかけていこうという青コーナーを背にしたリック吉村。坂本戦であれだけヒットした畠山のパンチが当たりませんが、今はドリブルか、右のフック、バッティングです。バッティングで畠山が痛そう。どこが当たったんでしょうか。畠山がバッティングでちょっと痛そうでした。現在ある階級の中で重い方から数えても軽い方から数えても9番目のちょうど真ん中、世界で最もボクサーの数が多い層の厚いクラスです。今日はその挑戦者ベテランのリック吉村を相手に苦戦をしております。チャンピオンの畠山貴則、生涯多分これが最初で最後のチャンスになるかもしれません。世界挑戦を行っておりますリック吉村、2台のリードボールがよく出ます。また同じような展開でチャンピオンが追いかけていきます。しかしアウトステップを切りながらも今日の吉村はいいパンチが出ています。リック吉村が終始ロープを背にはしているんですが、今日は非常に左のリードブローも伸びがあり、さらには驚くことには右のパンチもなかなかいい。リック畠山鬼塚さん、なかなか連打ができないのはなぜなんでしょうかね。やっぱリック選手はうまいですよ。脳幹にやっぱごまかしがうまいですよね、はい、一発当たっても次は打たせない、やっぱりうまさがありますね、はい、それにちょっとやっぱりだいぶイライラしてますよね畠山選手は。なるほどね、畠山25歳、リック吉村は5日前に36歳になりました。畠山が追っていきます。しかしパンチがどうも出しづらい畠山貴則。ここでも出ない、リックの左のシュートを切っています。畠山のボリーブをクリンチをしながらも左のスクを2回顔面に。このクリンチワークは今畠山のファウルだった。畠山は右のロングフック、しかしボディーブローを2発、左のストレートをついております。さあチャンピオン何を出す。このクリンチワーク、クリンチした時のボディを攻めるパンチなどはリック吉村、長いキャリアを物語ります。チャンピオンが追いかけていきますがなかなかパンチが出ません。左のストレート、畠山の左のストレート1回2回と当たってはいるんですが、今日のリック吉村はなかなか打たれ強い。ああ危ない、ワンツー、どうした畠山、ワンツーを食いました。リングのほぼ中央、畠山がワンツーを食いました。今のワンツーは竹原さんいかがでした、はい、そうです、そんなには聞いてないんですけど、もう一回左右のストレートを振りました畠山、今のはどうなんでしょう。そうですね、スピードが今のパンチ食ったと一瞬なんかスピード落ちたんで少しは効いてると思いますけど。そうですね、はい、フライドックチャンピオン、しかしワンツースリーとチャレンジャーのリック吉村が応戦しています。終始チャンピオンが攻めてはいるんですが、リック吉村は下がりながらもいいパンチを出しています。右のストレート、いきなり放った右のストレート、ガードが下がってきた。しかし左のアッパーカットはボディに入りました。第8ラウンド残り時間がまもなく10秒を切ろうというところです。手数もリック吉村の方がこのラウンドは多い。チャンピオンライトアッパー、その後見抜けだけで返して左のフック、チャンピオン苦戦です。ここで第8ラウンドが終了です。チャンピオンは会場のお客さんは高いお金を払ってくださって、テレビの前の皆さんは1時間近く見てくれるんだからいい試合を望む権利があるし、またプロはそれに応えなければいけない義務がありますと言っておりましたけれども、今日は自分ではかなり歯がゆい思いでここまで戦ってきたのではないでしょうか。鬼塚さん、はい、リックは予想以上の大健闘と言ってもいいですね。そうですね、やっぱり最後のチャンス、もう待ちに待ったチャンスだと思うんですよ、ここそれにかけるやっぱり意気込みっていうのはすごく感じますね。右のストレート入りました、はい、リック吉村、これだけ 激しく左を使ってね、一度も衰えてないですよ左が。そうですね、はい、どんどん調子が上がってるような感じがします。ワンツー、
軽く顔面をヒットしました。リックのワンツー、角田左のスリート1回1回1回2回と左のスリートになります。もう一発入りました。レフトアッパー畠山選手はカムバックして、あの攻撃的になっても頭はクールだったんですけど、今日はちょっと頭に血が残ってますね。ああそうですか、やっぱりこのやりにくいというところがあるんでしょうか。コート気味に畠山の右のグローブを押さえておりまして、畠山がこれはないじゃないかとアピールしています。今は完全にホールド気味でした。ダイブすると畠山がついていきます。さあ畠山に闘志が蘇ってくるんでしょうか。畠山が攻めていきます。かなり畠山は当たりに吹きます。畠山さん、畠山が勝ったしているのがこの報道でも分かります ね、 はい、ちょっと噛み合ってないですね。試合はもう9ラウンドです。引いて少し戦った方がいいと思いますよ。あの引いてね、はい、赤コーナーを背にした挑戦者ですが、ここでまた自分からクリンチに入っていきます。この辺が非常にうまい。畠山左のストレートが入りました。その後はホールド気味のクリンチです。この辺が非常にうまい。ホールドの注意をしました。あ、減点です。リック吉村ホールドの減点です。このラウンド鬼塚さん、はっきりとホールドが分かりましたからね、はい、ワンツーと打ち下ろしました。挑戦者のストレート、畠山が追っていきます。畠山最後取った。さあホールド決まった。挑戦者畠山追います。畠山場内大変な声援だ、ものすごい声援です。畠山が追っていく左ドック、リードストレート、いくらがグラッと置きました。挑戦者ですが最後のキックでこれに応えます。右のストレート、挑戦者リック吉村。さあ畠山この後はどうする、追っていきます。畠山追っていきますが、リックの左のストレート、ちょっとガードが下がり気味ではありますが、よく手数が出ています。ワン・ツー・スリー、しかしこれはいずれもこなしておりますが、右のストレートが入りました。挑戦者リック吉村、離れ際チャンピオンの右のフックです。もう一回打ちました。第10ラウンドも残り時間もありません。第10ラウンドが終了です。ただい試合は10ラウンドです。あと試合の時間は9分間。今の点が、ね、竹原さん、どのくらい響きますか。これから畠山君のペースになっていくとは思います。あのリックもこれからクリンチしなくなると思うんで、はい、チャンピオンのペースになると思うんですけどね。ワンツーとストレートを出しています。また出しました。ワンツースリー、リック吉村、チャンピオンが追っていきます。頭を下げてチャンピオンが追っていきます。畠山はボディブローを鬼塚さん狙っているんでしょうかね。ちょっと気持ちが先走りしてるかなという感じはあるんですけど、はい、手数はリックの方がはるかに出てますね。行こう行こうとするところに左でちょっと決められてるところがあるんで、はい、もうちょっと体振りながら行ったらいいかなと思います。で接近戦になりますとクリンチが待っています、はい、左のフックは打球でかわしました。チャンピオンの畠山貴則、リックは最後のフック、リックが3発を出すところ、畠山は1発からしか今日は手数が出ません。非常にやりにくそうです。チャンピオンの畠山貴則、左のストレートの突き合いです。打ち下ろすような右のストレート、これは大したパニックではありません。ワンツー、挑戦者のワンツー、チャンピオンはまだ出数が出ません。左のストレート1回2回ついた。終始チャンピオンを軸に4の右のショートフックが入りましたが、リックは答えている風はありません。またクリンチになります。坂本戦はクリンチの少ないクリンファイトでした。今日はしかし非常にクリンチの多い試合です。第10ラウンド残り時間は1分15秒。チャンピオンがニュータルコーナーに詰めたんですが、大会入れ替わろうとしておりますが、さあチャンピオンボディブロー、
森田健が両者を分けます。左のストレートを1回突きました挑戦者のリック吉村。チャンピオンまだ手数が出ない、一発を狙っているんでしょうか。右のストレート、チャンピオンの右のストレート、手数はこのラウンドもはるかに挑戦者の方が多いんです。石川さん、チャンピオンサイドのその指示がやはり出ています。手数で負けているのはもっと打っていけ打っていけと、こっちから手を出すことを赤コーナーサイドから大きな声が飛んでいます。はい、終始ロープを背にしているのが挑戦者なんですが、手数が挑戦者の方が多い。左の福田に持っていきました。リックのスピードがちょっとなくなったのが気になります。ワン・ツー・スリー。しかしその後ワン・ツー・ストレートの後はボディブローを持っていきました。挑戦者のリック吉村。第10ラウンド残り時間は今11秒、10秒を切ります。チャンピオンが攻めていきます。ブルーのトランクスのチャンピオンが攻めていきます。接近戦での打ち合い、ショートレッグの打ち合いが畑になることがありますが、10ラウンドが終了しました。10ラウンドの畠山の構成をご覧いただきます。日本のジムに所属する選手同士の世界戦はチャンピオンの14勝1敗です。67年、小林氏がチャンピオン沼田義明に12ラウンドナッカーを勝ってから挑戦者の勝ちはありません。チャンピオンが圧倒的に有利ではありますが、終盤の11ラウンド12ラウンドはどういう展開になるか。リックにとっては未知のラウンド、11ラウンド開始です。竹原さん、心配されたリックのスタミナですが、そうですね、ご覧になっていてどうですか。結構自分のペースでやってるんでスタミナは大丈夫と思いますよ。右のストレート、チャンピオンが左フックを打ちました。ボディーブロー、畠山のチャンピオンが攻めていきます。左フックはバックで返されました。しかし構成は終始チャンピオンなんですが、これもホールド気味です。この辺はなかなか老快だ。リック吉村、左のアッパーカットをボディ、チャンピオンが頭をつけて接近戦での打ち合いに挑もうというところ、ミドフック、チャンピオンが左フックを打ちました。リック吉村はボディーブローから顔面へ打ち上げています。この打ち分けが今日はなかなかいい。チャンピオンボディーブロー、これがライトアッパー、接近戦でのライトアッパーの打ち合いです。チャンピオン、ミドフック、これは脱臼で返されました。ボディーブローはローブロー、リックのボディーブローはローブローでした。チャンピオンがこのラウンドまたニュータナコーナーに相手を追い詰めようというところです。石川さん、チャンピオンサイドはこのラウンドが始まる前にお前の方が負けてるんだということまで口に出してハッパをかけました。右のストレート、向かい、チャンピオンの右のストレート、ちょっとグラッときました。リック吉村、リック吉村ちょっとグラッときたが、チャンピオンが攻めていきます。リック吉村、この前のラウンドだったがちょっとスピードがなくなったが気がかかります。そしてガードも下がり始めました。リック吉村、チャンピオン構成、チャンピオン構成、リック吉村かなり疲れが見えますが、どうでしょうか。石川さん、チャレンジャーサイドです。こちらも石川圭一会長はもうあと2ラウンドだろう、頑張れと大きな声をかけています。挑戦者の右のストレート、チャンピオンが攻めていきます。チャンピオンが攻めようというところ、お願いします。はい、ちょっと挑戦者は疲れましたか。リック選手、そうですね、ただ畠山選手のもう強引さが、まあ、さらに輪をかけて、もう多分ラスト2ラウンドから強引に相手をロックに詰めていると思います。聞いてますよ、リックは聞いてますよ。でしょうね、はい、はい、やはり心配されたリックのスタミナがこの辺から切れかかっているんでしょうか。最後のフックはリック吉村、さあリックの足が止まりました。フットワークが使えない、フットワークが使えない、ジャンプを攻める、ジャンプを攻める、ジャンプを攻める、ジャンプを攻めます。ボディングローライトアッパー、リックの腹から血が流れ始めました。ショートレッグの打ち合いはチャンピオンにもなりますが、リックの死力を振り絞ってパンチを繰り出します。壮絶な第11ラウンドになりました。リックは終始ロープを背負ってはいるんですが、このラウンドはリックちょっとピンチです。残り時間はこのラウンドあと20秒を切った。第2ラウンドのボディーブロー、挑戦者のボディーブローです。チャンピオンがまたリックを攻めつけます。ニュートラルコーナー、放送席の目の前、リックの黒いパンツ、汗が飛んでまいります。放送席の両者の汗が飛んでくる。チャンピオンが終始攻勢のうちに11ラウンドが終了しました。面からボディ、ボディから顔面へ研ぎ澄まされたパンチが炸裂するたびに鈍い音が使用マイクロフォンを通じて全国のファンの皆様にもお聞き取りいただけていることを思います。あと3分間を残すだけになりました。右側がチャンピオン畠山、左側がチャレンジャー世界ライト級3位リック吉村。運命の3分間、初めて
かるかようにチャンピオンが出てまいりました。焦んな焦んなということでベテランの森田健さん両者を落ち着かせます。さあ試合が再開されました。チャンピオンが追っていきます。十字ランナーあたりからちょっとリック吉村スタミナが切れ替わった感がありますが、リッチの12ラウンドに入っています。右側リック、左側チャンピオン、ワン・ツー、チャレンジャーがワン・ツーを出しました。さあ畠山が勝負をかけます。畠山を出す、畠山が勝負をかける。ガンガン攻めていきたい畠山、全く勝敗の奇数は予断を許さないところまでやってまいりました。リック吉村左のアッパーカット、その後は右のアッパーカットです。長いリーチを生かしてリックは主力を尽くしての最終第12ラウンド。この後のパンチは腕でもかわしています。チャンピオンリックのパンチが派手に当たっているように見えるんですが、これはブロックでかわしています。左のボディーブロー、挑戦者のリック吉村、チャンピオンと左の引き込みのストレート、チャンピオンが攻めていきます。またまたローコーショットをおります。リック吉村、リック吉村にこれほどのスタミナがあったのでしょうか。素晴らしい打ち合いが最終ラウンドまで続きます。期待のリック引き、さあダブルストレート、チャンピオンが身の引きで、身の引き、チャンピオンが身の引きを打ちました。ブレイクです、ブレイクです。両者の汗が飛び散ります。チャンピオンが左の引き、チャンピオンが左の引き、ちょっとバランスを崩しかけました。リック吉村腕を振りほどいてチャンピオンがパンチを出そうというところです。スピードストレート、フォアの裏見せをバッキリで返しました。チャンピオン畠山が追っていきます。リック吉村が逃げます。チャンピオンのレフトアッパー、リック吉村のレフトアッパー、畠山ブリューセーターカービーです。赤コーナーを背にしております。挑戦者リック吉村、チャンピオンのブリーブロー、今日は終始連打が出ません。畠山高め左ブリーブロー、ブリューセーター、畠山が攻めていきます。畠山が攻めていきます。ちょっとワイルドなパンチが飛ばした。リック吉村チャンピオンが追っていく、チャンピオンが追っていきます。残り時間はあと46秒です。運命の最終ラウンド、もう残り時間は40秒を間もなく切ろうというところ。ヘルニックを挑戦者リック吉村、さあミノストレート、チャンピオンのミノストレートが入りました。畠山のミノストレートはクリーンヒット、ライトアッパーミノフック、しかし挑戦者も最後のフックを出しました。チャンピオンの最後のフック、フォークに決まっているリッキー吉村、ライトアッパー入った、チャンピオンライトアッパー。さあ最終ラウンド、ものすごい打ち合いが展開されています。リング上、世界ライト級タイトルマッチ、もう残り時間はほとんどありません。終始ロープを背にしておりますリッキー吉村ですが、下がりながらも手数が今日はよく出ました。しかしかなり疲れているはずです。赤コーナー、そこの試合が終わりました。いやー、やりにくかったなーという表情のチャンピオンの畠山、満足そうな表情でリングの中央に行って畠山に声をかけましたのが挑戦者リック吉村です。いや、テレビをご覧の皆さんも一体この試合はどちらが勝ったんだろうとわからないような大変な接戦になりました。いやー、鬼塚さん、はい、もつれましたね。そうですね、まあ、試合の採点は分かりませんけど、1ラウンドから12ラウンドまでね、一度も休むことなくね、打ち合った2人ともすごかったですよ。いい試合でした。そうですね、竹原さん、はい、前回の坂本戦も第1ラウンドから打ち合うという大変な試合でしたけれども、そうですね、今日の試合も、はい、ちょっと畠山君ちょっと噛み合わなかったけど最後までよく頑張ったと思いますよ。さあ採点は間もなく発表されると思うんですが、誠に微妙です。タイトルマッチは引き分けの場合はチャンピオンの防衛ということになります。スーパーフェザー級時代はこの引き分けで挑戦者の畠山は何度も泣いておりますが、運命の採点の発表は間もなくです。本当にテレビの前の皆さんも固唾を飲んで採点の結果をお待ちになっているんじゃないかと思います。さあ、ジャッジボルネル116対111、畠山5ポイント差、畠山。ジャッジ駒115対112、吉村1対1。さあもう一人はどうでしょうか。ジャッジ阿部亮114対114、引き分け。引き分けです。三者三様の引き分け。
畠山2度目のタイトル防衛に成功しました。リック吉村意外だという表情が印象的でした。突き上げ防衛でございます。しかし結果畠山さん、はい、あのホールドによる1点が運命を分けましたね。そうですね、はい、日本のウォッチングコミッションに所属するチャンピオンではないノンタイトルの選手は37歳でライセンスを返上しなければなりません。最初で最後のチャンス、全てをかけたリック吉村、引き分けで涙を飲みました。しかし鬼塚さん、はい、畠山も随分引き分けに泣きましたからね。はい、そうですね、最後までね、守りに入れなかったですよ、強引に、ね、攻めてもうこのチャンピオンになろう、自分がチャンピオンでもチャンピオンになろうというぐらいの勢いでいたからね。はい、うん、それでは防衛に成功しました畠山貴則選手です。畠山さん、大変にタフで厳しい試合でした。はい、まあ、はい、すいません、はい、以上です。すいません、以上。いや、お客様を本当に意識しているプロ中のプロ畠山貴則、すいませんという気持ちはよくわかりますが、鬼塚さん、はい、前回の坂本戦であれだけ壮絶な試合を見せてくれて、はい、まさに歴史に残る好ファイトを見せてくれた畠山、はい、そうそう毎試合毎試合お客様を満足させることはできませんからね。いや、もう十分で、ね、この試合は十分本当に満足させるくらいの試合ですよ。あ、そうですか。お互いがもうベスト尽くしてね、はい、ただ、まあ、畠山選手は自分の思うようにいかなかった、その歯がゆさがね、あるとは思いますけど、はい、リック選手もやっぱりそうさせないように研究してきたとだろうしね、はい、お互いやっぱりいい試合だと思いますよ。竹原さんにも一言いかがです。はい、お互いに本当頑張ったと思います。お互いに、まあ、いいところが見れたし、まあ、畠山君はチャンピオンベルトまだ持ってるんで、これから頑張ってほしいですね。はい、まだまだ畠山の対談続くと思いますが、フラーと畠山は世界ランク1位、フラーと畠山は世界ランク1位、